後ほどご相談いただければ。それでは2番目は見てください。ですね、なんだろう、今日は戦闘に移ったかなと思って、今日、国枝で発表するのは、ちょっとまずい選手かなと思ったんですけど、全然そんなことなかったです。1発目からすごい本を発表されて、全然なんか、霞んじゃうような気もしますけど、ちょっと話は変わりますけど、皆さん、テレビタックルっていう番組をご存知でしょうか。まあ、いろんなコメンテーターの人がですね、一つの話題に関して賛成、反対になって、いろいろ議論をするっていう。番組なんですけど、これが2週間ぐらい前のお題が、アニメは規制するか否かというお題なんですね。これをめぐってですね、もうインターネット上では自分の知る範囲ですごいなんか反響が巻き起こっている。まあ大体が規制なんですけど、反応なんですけど、でこれを見てて思ったのが、やっぱりアニメや漫画とか、それにゲームですね、それは未だに気持ち悪いものって扱いなんだなって思ってますね。で、まあ20年ぐらい前にも宮崎努という方がいらっしゃってらっしゃる。宮崎努という方は皆さん覚えてらっしゃるかもしれませんけど、女の子をそのまま連れ去って殺しちゃったとかっていう、でその後捕まって家を調べてみたら、たくさんのなんか漫画とかゲームとかあって、やっぱりそういうのを見てる人の悪影響が起こって、やっぱりそういう犯罪に手を染めちゃうんじゃないかって、そういう意味で社会的に影響があったらしいんですが、その頃知らない妹もいるんです。それでですね、そんなアニメとかゲームの中でも、やっぱりすごく気持ち悪いって思われる部分、ジャンルがあったりするんですね。でそのジャンルの中でもさらに理解されないジャンルっていうのがあって、そういうジャンルの本を今日ちょうど理解できないっていうタイトルなんかもできますか。今日紹介する本は、ワーリっていう本なんです。これがどんな本かと言いますと、ここに女の子をしているんですけど、この子が実は男の子なんです。つまり女性性男の子を対象に扱った本なんです。これですね、ただ、さっきから理解されない、理解されないって言ってるんですけど、本当に理解されてないのかというと、全く理解されてないっていうわけではないんですね。どういうことかというと、例えばこれは半分漫画雑誌になってるんですけど、この漫画雑誌の元に、この漫画雑誌からに連載されていて、それが後にアニメ化された作品なんかもたくさんあったりしたりして、でまたこういう女装してる男の子っていうのもアニメとかゲームには登場するし、また昔だったらストップひばりさんっていう漫画もまさにそういう漫画だったりします。ただこの雑誌ですね、ちょっと問題点があって、それはこの4分の1ぐらいがこの2つのですね、アダルトゲームの情報がたくさん載っているところなんですね。で、後ろなんかもこれが、実はアダルトゲームの情報なんですね。だからといって、これは成人しかって言われると、実はこれ一般室なんですよ。この一般室ってどういうことかって言うと、小学生も書いちゃうってことなんですね。で、こういうのを見ると、もしかしたら規制とかされちゃっても仕方がないのかなって。思うところはあったりします。ただそうですね、実際僕もアニメとかはすごく思うんですけど、特にこういう会社がちょっと理解ができない、未だにちょっと分かんなくて困るところは、友達とかに行くと、まさにこの特に何だろうね、女装っていう男のさっき小児性愛の話だったんですけど、それとも違って同性愛になっちゃうんですけど、でも同性愛だったらなんで女装する必要があるのかってことになります。これってすごく矛盾だなと思って、そこも全く理解できない。で、じゃあさっきのテレビタックルの話に戻っちゃうんですけど、理解できないから、例えば また問題ですよね。だからアダルトゲームの情報が一般性にたくさん載っているっていうのは、だからって言ってじゃあなくなってしまっていいのかっていうと、そんな簡単になくしてしまってもいいのかなとも思うんです。だからそれはやっぱりこの本を本当にこれでなくしていいのかっていうのは、皆さんが読んで確かめていただくっていうのが一番の方法かと思います。ただこの本は創刊号が2010年の本になりますので、ちょっと
売ってるかどうかわからないので、もし興味ないという方は後から貸しますので、なるべくこっそりと寄ってきていただくとありがたいです。5秒待った。唯一なんとなく理解できるなと思ったのは助走の仕方が最後になっているところです。はい、ありがとうございます。それでは質問のある方は挙手をお願いいたします。武藤さんは助走をする側になりたいですか、それとも助走してる子に燃える方になりたい？なるならって。助走する側がいいのか、助走してる人を見て燃える側になる、どちらかずになる人はどっちですか？する側ですね。はい、ありがとうございます。それでは次の質問の方いかがでしょうか。読後感として、理解できないっていう、ところで結論に至ったみたいですか。でも、あえてその予想として、予想した男の子が萌えとなるのは、だいぶ魅力的は、魅力は どういう魅力なのかなって思いました。例えば、ボーイスっていう子とかは、女の子の、なんか、例えば、服装とかにボーイスっていうのがあるじゃないですか。そういうのと同じなのかなと思って、だから女の子がボーイスっていうのは女の子っていうのをどんどん減らしていってあえて女の子ってことを際立たせるように、こう男の子、男っていうのをどんどん減らしていってあえて男っていうのを際立たせるんじゃないかなと思ったんですけど、だったらなんでこんな女の子みたいな顔してるんだってなんかわけわからなくなっちゃったというところが。はい、ありがとうございます。もうお一方いけますでしょうか。質問のある方は。すみません、ありがとうございました。最後のページに載っているという女装のページの話を聞いてちょっとよく分からなくなってしまったんですが、その本のターゲットって結局、どんな人なんでしょうか。なんかアダルトゲームの、広告が載っているということで、おそらく男性だと思うんですけれども、女装したい男性のための本なのか、そういう人が好きなのか、その本なのか、ちょっとよく分からないのか。そういうのが好きな人のための本で、最後のはなんかメタフォーマーみたいな、そういう感じなんですよね。はい、ありがとうございます。それでは時間となりましたので、武藤さんの発表終了させていただきます。ありがとうございました。